写真拡大。DeNA の主将、筒香嘉智外野手、選手会長、石田健大投手が30日の広島戦、マツダ前に取材に応じ、シーズン終盤へのラストスパートとなる勝負ワード、一生残る、一瞬のために、を発表した。2017年もこの時期に新スローガンを発表していたが、今季は異例の選手発信で両選手が中心となって考案。この日の試合前練習からラミレス監督をはじめ、コーチ陣、選手、裏方やトレーナー、広報ら背番号のないチームスタッフの名前が書かれた T シャツを着用して臨んだ。筒香は、選手みんなで考えて、大事な時期でみんなでやっていこうと、一瞬のための準備をして、一瞬のためのプレーを大事にしたいと説明した。